トーマス・ヒンマン・ボーラーは、アメリカ合衆国海軍の軍人、大将。第18代アメリカ海軍作戦部長及び第7代、アメリカ統合参謀本部議長に就任した。アラバマ州、マウント・ウィリングで生まれ、1929年6月に、海軍兵学校に入学、1933年6月に卒業し、商委任官の後、CA-25 ソルトレークシティに乗り組み、 法術士官として勤務する。その後、1936年に、ペンサコラ海軍航空基地にて、海軍飛行士としての教育を終了し、短期間、CV-1 ラングレー、CV-2 レキシントンで勤務、1937年7月から、CV-6 エンタープライズで、関西域搭乗員として1939年8月まで勤務する。 第10関西航空団などで勤務していたが、1941年12月7日の真珠湾攻撃の際には現地にいた。開戦後、南西太平洋に派遣され、来院戦に参加し、登場していたプビーは1942年2月19日にダーウィン北方にて撃墜される。同日、日本軍により撃沈された船員たちに救出される。その後復帰し、 再び北部オーストラリアトラインを結ぶ航空輸送路を非武装、低速のプビーで往復した。1942年7月にアメリカ本土へ帰還し、短期間イギリスに派遣される。そして第132爆撃飛行隊長として、キーウェスト海軍航空基地に配置され、キューバやアフリカで活動する。 1944年3月から1945年7月まで大西洋空軍司令部で法術戦術参謀として務める。1945年8月から1946年5月まで海軍作戦本部にて戦略爆撃調査団対日本班に配属され、日本当局者たちからの質問業務に携わる。その2年後、バージニア州、 シンコティーグ島にある海軍航空機兵器局試験所で勤務する。1948年7月から1949年11月まで CV-41 ミッドウェイ乗り組み、後に大西洋艦隊第四航空船隊参謀。1950年8月にカルフォルニア州インヨカーンにある海軍兵器局試験所で勤務する。1955年5月に 海軍長官付航空担当補佐官、1956年7月、AV-13 ソールズベリーサウンド艦長に就任。1957年7月、少将に昇進し、海軍作戦本部戦略計画部特別補佐官となる。1958年1月1日から1959年7月まで、海軍作戦次長不平義演習担当参謀。 その後第六部に勤務する。1962年10月13日から1964年6月15日まで、第七艦隊司令官に就任。1964年6月26日から1965年3月30日まで、太平洋艦隊司令官に就任する。1965年4月30日に、大西洋軍総司令官兼大西洋。 艦隊司令長関係 t o 大西洋、連合軍最高司令官に就任する。1967年6月3日、リンドン・ジョンソン大統領により、次期海軍作戦部長に指名され、同年8月1日に、第18大海軍作戦部長就任する。在任中は、ベトナム戦争の激化やリバーティー号事件があった。1970年4月14日に、 リチャード・ニクソン大統領により、次期統合参謀議長に指名され、同年6月17日上院において任命される。1974年7月1日に退役する。2004年2月5日、ベセズダ海軍医療センターにて死去。ありがとうございます。